後半戦は佐藤建設のキックオフで試合再開となります。愛知はリターナーに8番と30番を配置しました。8番はビリー・フィット、リターナーになります、30番は近藤です。佐藤建設のキックオフキッカーは20番の佐々木が務めます。さあ愛知リターンに入ります。手前が短いキックでしたが、これをブロッカーが取りまして、66番自陣44ヤードの位置を確保しました。ボールを確保しましたのは愛知ゴールデンウィングス66番の長谷川です。大阪府立大学出身。愛知自陣44ヤードからファーストダウンテン。パス不成功。クォーターバック7番、ここでいきなりロングパス、ターゲット8番へのディープゾーンへのパスでした。フェイドパターンを、しかしこれを佐藤建設ディフェンス陣踏ん張りまして、パス不成功に変えています。配置ダウン1つ失ってセカンドダウンと変わります。配置自陣44ヤードからセカンドダウンテン。パス不成功。ここでランニング枠1番へのフレアパスを投じました。しかしこのパス1番にパスがコントロールよく通されず、パス不成功に終わっています。ダウン1つ失ってサードダウンに変わります。サードダウン10の状況を突破できるでしょうか。パス不成功。クォーターバック長浜、ここでロングパスを投じようと身構えましたが、ターゲット見つからずプレッシャー来たためパスを投げ捨てました。結果的に3回パス失敗という形でフォースダウンとなります。愛知フォースダウン10、パントフォーメーションを選択します。パンターには23番の鈴木が入りました。横浜国立大学出身のプレイヤーです。ここでイエローフラッグ。交代違反の反則です。フィールドの中に12人いました。アメリカンフットボールはフィールドの中は11人以下でなければいけません。この反則により5ヤード抜体となります。愛知フォースダウン15、パントフォーメーションとなります。パンターは23番の鈴木。このパントは佐藤建設陣35ヤード付近で外へ出まして、この位置での攻守交代となります。今度は佐藤建設の攻撃に変わります。
佐藤建設自陣40ヤードからファーストダウン10、エンドゾーンまで残り60ヤードのこの位置、果たして佐藤建設どのように攻めるでしょうか。さあまずランプレーを展開しようとしましたが、これは愛知90番がナイスディフェンス。ランニングバック20番ハンドオフから左オフタックルをつく前に愛知90番がチャージしまして約3ヤードロスに変えました。愛知90番は松本、大阪工業大学出身。身長180センチ、体重110キロという巨漢プレーヤー、しかしその大きさを感じさせられない素晴らしい俊敏なプレーでした。佐藤建設セカンドダウン13、ナイスラン、ファーストラン。ランニングバック2番、トスを受けまして右オープンへのスリープレー。はい、先ほどランプレー止められましたが、それを見事なステップワークで攻撃権更新としました。素晴らしいランで佐藤建設ファーストダウン。ランニングバック2番は諸本、日本体育大学出身のプレイヤーです。佐藤建設相手陣47ヤードからファーストダウン10。再びランプレーです。ハンドオフから中央右オフタックル付近をつきました。このランプレーにより約4ヤード5ヤードの原因としています。これを託されましたランニングバックは29番の上野でした。龍谷大学出身。佐藤建設相手陣42ヤードからセカンドダウン5。今度はフルバックタイプにボールを持たせまして中央へのダイブプレー、託されました3番密集点をつきまして攻撃権更新となりました。佐藤建設ファースター、見事攻撃権更新果たしましたのは佐藤建設3番の佐藤、一橋大学出身のチーム代表です。佐藤建設相手陣32ヤードからファーストダウン10。さあ今度はテイルバックに託しましての中央へのランプレー。右にカットバックを切り中央突破を図りました。ゲインは約3ヤードとなっています。キャリア20番は佐々木でした。一橋大学出身。佐藤建設相手陣34ヤードからセカンドダウン7。パス不成功。ここでクォーターバック26番プレイアクションからロングパス。ターゲットは8番でしたでしょうか。しかしこのパスレシーバー交錯しましてパス不成功となっています。ここで負傷者発生によるレフェリータイムアウトが入ります。
佐藤建設相手陣34ヤードからサードダウン7。このランプレー、これをランプレーのによる突破を図りました。キャリア29番カウンタープレーにより左オフタックルをつきましたが、しかしノーゲイン、ダウン一つしないフォースダウンと変わります。佐藤建設フォースダウン7、パントフォーメーションを選択します。ボールオンは相手陣34ヤード。このパントは相手陣10ヤード付近でボールデッドとなりました。この位置での攻守交代となります。佐藤建設自陣13ヤードからファーストダウン10。さあ、まずランニングバックに託しました。ハンドオフからランニングバック1番中央突破を図りまして、約4ヤードのゲインとしています。キャリア1番は勝本、関西学院大学出身。双方ともにディフェンスの奮闘がありまして、現在後半戦膠着状態に入っております。それを突破図らんと愛知攻撃に転じております。ボールオン自陣18ヤードからセカンドダウン6。クォーターバック7番パスを投じようとしましたが、ターゲットカバーされスクランブル、これにより約3ヤードのゲインとしています。クォーターバック7番は長浜、大阪市立大学出身。愛知サードダウン3の状況、サードダウン2の状況に挑みます。ボールオンは自陣22ヤード。さあ、中央へのランプレー。攻撃権更新、ファースト。愛知、ここはランプレーにより、まず攻撃権更新を果たしました。何枠35番、見事に応えまして攻撃権更新です。愛知、ファースト。何枠35番は水野。日本福祉大学出身。愛知自陣24ヤードからファーストダウン10。パス成功、ファーストクォーターバック7番、ここでプレーアクションパス、プレッシャー浴びながらワイドレシーバー8番にパスを投じ、8番これもカバーされながらパスをキャッチしました。攻撃権更新です。愛知ゴールデンウィングスファーストダウン、見事パスを投じました。クォーターバック7番は長浜、大阪市立大学出身。取りましたワイドレシーバー8番はビリー・フィット、ターレオンステートユニバーシティ出身のプレイヤーです。愛知自陣48ヤードからファーストダウン10。
インターセプト、ターンオーバー。ここでクォーターバック7番一気にロングパスを投じました。ターゲットは同じく8番の選手でしたが、しかしそれを取ったのは佐藤建設25番。見事なインターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー。素晴らしいカバーでパス、インターセプトを決めましたのは佐藤建設25番の堀江。一つ星大学出身。佐藤建設自陣28ヤードの位置からファーストダウン10。さあまずランプレーによる突破を図りました。キャリア2番トスを受け右オープンをつきましたが、しかし愛知ディフェンス集まりよく、このランプレーわずか1ヤードにとどめられております。佐藤建設自陣30ヤードからセカンドダウン8。佐藤建設ファースター。今度はランニングバック20番ハンドオフからカットバックを切って中央突破しました。これにより攻撃をしましたが、しかしここでボールをファンブル、あわや攻撃権喪失かというところでしたが、見事これを佐藤建設8番がカバーしまして攻撃権更新です。佐藤建設ファースター。素晴らしいランをしました。ランニングバック20番は佐々木、一橋大学出身のプレイヤー。そしてそのファンブルリカバーをしましたのは8番の林田でした。大阪体育大学出身。佐藤建設自陣45ヤードからファーストダウン10。今度はランニングバック29番にトスからの右オープンへスイープレー。見事なステップワークで約4ヤードのゲインとしています。ランニングバック29番は上野、龍谷大学出身のプレイヤー。佐藤建設自陣49ヤードからセカンドダウン6。これは愛知ナイスディフェンス。この距離を佐藤建設フルバック3番のダイブプレーにより突破を図りましたが、ディフェンス陣殺到しまして、このランプレーノーゲインとしています。佐藤建設ダウン1つ失いまして、サードダウンと変わります。佐藤建設自陣48ヤードからサードダウン7。ここでクォーターバック26番プレイアクションからパスを投じようとしましたが、これを愛知74番が見事に対応して QB サック、大きなロスを奪いました。ここで第3クォーター終了です。第3クォーター終わりまして、佐藤建設スタンディングウェアーズ0点、愛知ゴールデンウィングス3点で最終クォーター第4クォーターに移ります。